とんでもない理由で炎上したアニメ参戦、ダンシングスタープリキュア、通称男プリキュアと呼ばれるこの作品は、女児向けアニメのプリキュアの派生作品で初の舞台化。しかしその内容は、なんとプリキュアが全員男性という構成で、これが、女の子だって暴れたいがコンセプトであるプリキュアを、全否定していると炎上することになる。さらにプリキュアに長く関わってきた、神北双子先生も渋い顔をしていた。プリパラ、本作のエンディングで、北条ソフィの肩紐がはだけていたことで、女児向けアニメなのに、露出は不適切というクレームが殺到し、炎上した。この影響を受けて、このソフィの映像は差し替えになったが、代わりに用意されたのはなんと、肩紐が片方だけはだけた、漁師姿のソフィーという、公式の大胆すぎる変更に驚く人も多かった。桜荘のペット中野女、6話で青山七海が高熱を出して倒れてしまった際に、彼女のために料理を作るシーンがあるが、原作ではシンプルなおかゆだったのに、なぜか韓国料理のサムゲタンに変更されている。この改変が、原作ファンや日韓関係を語る人たちの怒りを買ってしまう。ちょうどこれが放送された時期は、様々な番組でサムゲタンが押されていたのもあり、大炎上のきっかけになってしまった。